上がりました横浜アリーナ、次々に選手がそして各団体が登場してまいります。駆け足で今滑走トビングに向かっております。 LLPW 風間ルミ、そして半田向き両手に来てあります。大人のファンにアピールしております。風間ルミ、そして半田向き。この2人の挑戦を受けて立っております。南鈴鹿、三田悦子。鮮やかなイルミネーションのゲートをくぐって今リングに大きな花道を通っております。先頭が南鈴鹿、これに従って三田悦子。まさに団体最高戦。全日本女子プロレス、そして LLPW 団体が火花を散らす瞬間でもありました。第4試合、ヴィーナス女王美藤物語、30分一本勝負を行います。青コーナー LLPW 135分半田美希、おやすみ135分風間ルビー。今日は団体の騎士として登場いたしました半田美希、そして社長の風間ルビー。三田悦子、そして南鈴鹿。まあ、この団体対抗戦の前に記者会見というのがありまして、ね、全選手が登場いたしまして大勢の記者の皆さんに質問に答えましたが、この全日本女子プロレスの南鈴鹿、三田悦子と風間ルミ、半田美希というのはやはり身長が違いますよね。この2人がいきなりあの質問で出てました、大小対決ですよね。本当ですね、まあ、ですから風間ルミ、半田美希というコンビがどうこの長身の南鈴鹿、三田悦子と対戦いたしますか。この辺りが大きな競技の中心であります。ゴングが鳴りました。まず三田悦子登場しております。そして LLPW は今日先ほども紹介いたしました騎士として登場いたしました半田美希であります。まあ、とにかくあの団体対抗戦でありまして、お互いに手の内が分かっていない、そういったあの選手同士の対決であります。相手がどんな技を持っているのか、どういったあの動きをするのか、リズムはどうなのか、このあたりがあの分からないというのはプロレスでやりにくいんじゃありませんかね。その通りですよね、なかなかね、お互いに入るタイミングは難しいと思います、ね、そうでしょうね、まあ、とにかくあの投手と投手は十分にぶつかっておりまして、リング上火花を散らしておりました。相手の技、相手のリズム、こういったものが皆目見当がつきません。さあ、今日は LLPW は風間ルミ、風間ルミっていうのはあの社長なんでしょ。そうですね、大きいてるわけでしょ、プロレス界初のね、女性社長レスラーですよね。そういったよね、今日はいずれも負けるわけにはいきません。力持ちであります。ご覧のように大変な力持ち、風間ルミであります。この風間ルミっていう人のあのレスリングは、あ、今あのちょっと蹴りを出しました。つまりキックなんか強烈なんですね。そうですね、あのシューティングというかキック出身ですからね、はいはい、蹴るのはものすごく得意ですよね。そうなんですね。16歳でプロボクサーとしてデビューしたそうであります。まあ、そういった過
闘技のキャリアは十分に積んでおります風間瑠美。さあそして南鈴香、三田悦子背中にパチーンとタッチいたしまして、さあ今度は高いところからエルボーを打とうとしております。これは右の足に命中いたしました。そして三田がロープに振りました。さあ風間が振られて今度はどうなるか、髪の毛を掴んだ。そしてこのまま落とすんでしょうか、強烈でした。体重が引き込んで風間組社長としては今のはちょっと効いたようであります。とにかく強烈なキック力を持っております風間組。対しまして三田悦子、三田悦子もこの前の試合でですね、何か大技を披露してくれましたですね。あのデスバレーボムというか、ね、高いところから長身を利用してますね。やっぱりスピンから飛行機投げの体勢からね、はいはい、落とすんですけど、今日はああいった得意技が大きな舞台で出るかどうか、この辺りも注目であります。まあ今日はあの団体対抗戦の第1試合、長谷川武伊藤香織というコンビがですね、フランマリコ福岡光に負けておりましたね。全日本女子プロレス頑張れといったムードも、会場内にいっぱいであります。応援しております。風間瑠美っていう選手はあの確かね、はい、アスカから見てどういったタイプの選手に見えますか。そうですね、キックも使うんですけど、パワーもありそうですかね。まあ、あのレスリング見たことないんですよ。なるほど。今ちょっと何とも言えないんですけども、やはり身長がない分ちょっと不利ですよね。そうかもしれませんね。さあ、高いんだ。この辺はですね、まあ、あの三田とは20センチの身長差があるわけですけども。20センチある。はい、風間瑠美選手が153センチ、三田悦子が173センチ。ああ、そうか。で、この20センチの差。はい、あるんですけれども、逆にその身長差を利用した技、頭脳プレーで今日は私は頑張るというふうに試合前です。ああ、ということはある程度やはり空中殺法、こういったものをね繰り出そうというんでしょうか。そして神田三日登場してまいりました。まあ今日は社長と一緒にレスリングをやるというのがね、秘書みたいな気持ちでやらなくちゃいけないなんて冗談を言っておりましたが、神田三日でやります。でもあの前回ね、アドコーナーのこのペア、結構良かったんですね、はいはい、コンビネーションが。そうでしたね。今日もね、すごく私に楽しみにしてるんですけれども。あの、神田美希っていうのは体が小さいんですけども、ジャーマンなんかありますし、それからあの、ランニングネックブリーカーっていうんですか、はい、あの、フィーディーな技を持ってますもんね。はい。入るか、これも監督なかなか決めることはできません。さあ半田美希が行く。そして今度は体勢逆転、バックビーカーが決まっている。そしてどうか、三田悦子タイガーリードに立ちました。さあ終始に持っていくのかどうか、とどめをさせるかどうかであります。また長身を生かすか、後ろに落としました。そして今度は南が飛んでおります。さあこのままカウントが入るか、余裕を持っておりました風間瑠美。今じーっと戦況を見つめておりました。さあしかし前として神田美希ピンチの連続でやります。風間瑠美が来ました。さあ風間瑠美ジャーマンショットの下が出た。どうでしょうか。いい技目、風間が飛びました。さあ風間が飛びました。これはあの体重があります、相当南に効いております。そして今度は神田が一気に飛んだ。神田が飛びました。いやー、LSPW はね、両方が一気に飛んでおります。さあ、どうなるんでしょうか。ちょっと危なくなった全日本女子プロレス。さあ、LSPW に押されております。そして、窓を突かれました、バックドロップ。さあ、バックドロップ。今度はどうするか。また反撃を持って、今度はフィッシャーマンの体勢になって、このままホールドか、このままホールドか。またもカウントは 2.5、 押されっぱなしという感じであります。さあ風間に登場だ、風間に登場だ、スピンキック。さあまた今度はキックが出ました。そしてバックの後ろでバックバックを使用。さあカウントが入る、どうでしょうか。全く分かりません。何かあの全体のムードとしては前場が押されてますけども、ね、なんかあの反撃の
したようなパワーボム、これもダメでした。さあもう1回行くんでしょうか。おーっと、これはタイミングが悪かった。また上に乗った。しかしこれはダメ、これはダメ。勝負はカウント3、なかなか取れません。さあ南進むか、南ロープから一気に飛んだ。これはしかし空振りであります。ミサイルキック、9月に終わりました。ミサイルキック、さあまたもまたもピンチだ。あーっと今度も決まった。そして固めて後ろに行った。さあクロスだ、クロスのスープレックスか。これもカウント2、なかなか決まりません。何か両チームとも動きの方はちょっとね、鈍くなってはきたんですけども、なかなかとどめを刺すことができません。おっと決まった、鮮やかな回し蹴り一発。さあこれもカウントは2であります。しかし風間選手のキック力というのは相当なもんですね。やはりそうですね、キレがありますよね。おお、これはラリアート一戦、うまいタイミングで決まりました。ミダレット、さあ最短に渡ったトミオがストップを迎えておりますが、今度はどうでしょうか。どうでしょう、おっと後ろに落としましたがカウント2。さあ身長差は大きなものがあります、今日の対戦であります。しかし前線検討しております。さあ今度はどうするか。シャーマンの体勢は崩れました。そして今度はハンダがいった、強烈です。ラリアート、フライングラリアートのような感じになっておりまして、カウントは2であります。お互いにあのカウント3、ホールを取れません。さあ今度はハンダを捕まえに行く、これはどうか、これは決まっているか。逆襲を切ってしまいました。さあおーっとっとっと、いい位置になったか。うまく決まりました、今のはうまく決まりました。さあハンダ抜き、ちょっと苦しくなった、体勢は苦しくなっている。そして今どうしようというんでしょうか。まずマットに取っつけておいて、今度は三田悦子、高いところから。南鈴鹿も今トップロープからコーナーポストに上がって、2人で一気にトップサイドキック。さあこのままホールの体勢で風間美樹いった。発見ですから、やはり風間美樹の動きにも十分に注意を払っておきたいところであります。なかなか決まりません。上野由紀を掴んでまたファンにアピールした。しかしおっと風間美樹がいった。この辺りがちょっと抜けている感じの三田悦子であります。強烈、マッチに頭をかきつられてしまいました。さあ今度は形勢が逆転している、形勢逆転だ。風間美樹、神田美希、なかなか今日は前線検討であります。今度は風間が飛んだ、しかしこれは失敗だ。風間美樹空振りに終わってしまいました。そしてインスト、髪の毛を掴んでまたしっかりとクロスにして後ろに持っていきましたが、体勢が崩れました。風間ルミ、おーっとカウントカウント2であります。ちょっとあのお互い動きが鈍くなった、そんな扱い感じがしますけどもね、はい、そうですね、ちょっとお互いに効いてますよね、はい。しかしまた風間が行く、ずっとまた体勢が崩れたんですが、そのままカウント3を奪えるか。奪えません。お互いにとどめをさせないというような感じになってきましたですね。そうですね、はい、今はね、もう総力戦ですよね、はい。あーっと本当にね、もうほとんど限界という感じで戦っております。4人の選手であります。全日本女子プロレスの西村神田エスコ、そしてレイル PW が風間美半田美希。さあどうか、あーっと南が落ちされた。そしてまたバックを取った。伊藤薫が涙を飲み、今南鈴鹿三田悦子が風間美樹半田美希のもとに一瞬の隙を突かれました。
ビーナスデュオ美闘物語を締めくくったのは LLPW 風間そして半田、この両選手です。おめでとうございます。いや、あえて社長と呼ばせてもらいますけども、社長自ら出てきたからにはといった意地を見せてくれた試合だったんじゃないでしょうか。やっぱり今までの調子でやってたら会社全体がただでさえやっぱりまだ覚えられてない中で、ここでは本当に一発勝負かけなきゃいけないと思いましたし、ただやっぱりリングに上がったからには社長っていうからは捨ててレスラー風間の海で戦いたいっていう気持ちもやっぱりありました。今日は激しさを見せますというふうに最初話してましたけども、見せられましたか。自分でどうでも途中結構何やったか分かんないっていうか、ちょっと記憶が切れた部分もあったんで、完璧かどうか分かんないですけど、一応出せる力は出してたと思います。はい。そして半田選手、最初は頑張りますとだけ言ってましたけれども、なかなかいい動きを見せて随分フォローに回ってたんじゃないですか。この間負けてるんで、その借りを返したんで、今度は下田とやりたいです。やっぱり下田選手のことは気になってるんですか。はい、あれだけやられたんでやり返さないと、このままだったらダメだと思うんで。なるほど。一つじゃあ借りを返した形になりましたね。おめでとうございました。